ニキビで悩んでる人必見。ニキビ肌を良くしてくれた化粧品を紹介したいと思います。僕10年間ニキビが治らなくて何してもダメで、いろいろ試したんですけど、で特に半年前が一番やばかったんですよ。まあ、その時の写真がこんな感じで、めちゃくちゃやばい、重症すぎてやばかったんですけど、そこから美容皮膚科に行って薬、ダーマペン、スキンケアを一新しまして、今ねこんな感じです。ダーマペンして1週間後ぐらいで少しニキビができちゃったんですけど、だいぶマシになりました。でまあここまで治ったスキンケアを今日は紹介したいなと思います。よろしくお願いします。でまあ注意してほしいのは、このスキンケアだけで治ったわけではないです。薬とダーマペン、まああとは食生活とかいろいろやって、でスキンケアもやってここまで来ました。なんでこのスキンケアだけやっとったら治るってわけじゃないのでご注意ください。けどまあもうめちゃくちゃ愛用してるスキンケアですごい効果を感じてて、でいいなって思ってるんで、で実際ここまで直してくれたしいいなと思ってるんで、皆さんに紹介したいと思います。よろしくお願いします。使ってるスキンケアはこの4つだけです。じゃじゃーん、4つ、洗顔、そしてジェルとクリームで日焼け止め、この4つを使ってます。基本的にめちゃくちゃ簡単で男性でもすごく使いやすいスキンケアだと思います。じゃあまずこの洗顔からいこうかな。ちょっと濡れてる。洗顔からいきたいと思います。洗顔はねこれエンビロのクリアスキンウォッシュっていうやつを使ってます。こちらですね、どんなやつかっていうと、この実際の商品説明読ませていただくんですけど、余分な皮脂や汚れを優しく落とし、ニキビを防ぐ泡立つジェル状洗顔料っていうことで、美容皮膚科のお姉さんには角質を落とすのにすごくいいスキンケアですよみたいな、洗顔ですよって言って出してもらってます。こういう洗顔を使ってます。で結構さっぱりしてて、ただ全然突っ張りとかはなく優しいけど、まあ、しっかり角質ケアをしてくれるっていうような洗顔になってます。これねただちょっと結構なくなるの早い、使い方の問題なんかな。500円玉ぐらいの範囲でビーって出して泡立てて使ってるんですけど、ちょっとなくなるのはいつも早いなって感じます。まあいい洗顔料です。で値段は後でまとめて紹介したいと思うんで最後まで見てください。でまずねこの洗顔をしてます、いつも。で洗顔が終わったら次にこのクリームとジェルを使います。こちらもねエンビロンっていうところのデリケートクリーム、デリケートジェルっていうのを使ってます。いいっすよこれ。でこれはですねまずジェルから、ジェルなんですけど、ベータカロチンやビタミン C や E に加え T3 バイオを配合した保湿ジェル、敏感な肌を優しく潤しバリア機能をサポート、揺るぎがちな肌状態やトラブル肌に傾いた時にお使いいただけます。でもう一つのデリケートクリームっていうのはベータカロチンやビタミン C や E に加え T3 バイオを配合した保湿クリーム、敏感な肌や優しく潤しバリア機能をサポート、揺るぎがちな肌状態やトラブル肌に傾いた時にお使いいただけます。ジェルとクリームと一緒のこと書いてますね。はい、ということで、でこの2つ、あの無添加らしいですね。なんで余分なものが入ってなくてすごく肌に優しい化粧品となっております。でこれらのいいところっていうのはこの2つね混ぜて使えるんですよ。だから洗顔して上がってきたこの2つをこう混ぜて使ってます。あんまりねスキンケアが得意じゃない男性とかにもすごくおすすめだと思います。めっちゃ手軽で使いやすい。でこれ実際に使ってる動画を撮ったんで、よかったらそっち見てください。洗顔してきました。普段使ってるこのエンビロンを使っていきたいと思います。よいしょっす。めっちゃ簡単です。マジで簡単。美容皮膚科の人に教えてもらったやり方でねやりたいと思います。まずこのジェル、このジェルを手にやっていきます。はい、こんなジェルをねこんな感じで、なんかブルーベリー2つぐらいの量とこっちのエンビロのクリーム同じぐらいの量混ぜます。えいえいえい、混ぜます混ぜます、塗ります。いや優しくね、できるだけ摩擦がないように刺激を抑えて塗ります。終わり。めっちゃ簡単、こんだけです。夜やってんのこんだけ、逆にやりすぎも良くないから本当にこれだけです。めっちゃ簡単でしょ。必要に応じてエピルを使ったりとか、なんかゼビアックスっていう以前皮膚科でもらったやつをね使ったりしてるんですけど、基本はエンビロン、このジェルとクリームだけです。お返しします。見ていただけましたでしょうか。こんな感じでね毎日朝と夜と使ってます。次紹介するのはこちらです。日焼け止め、ブラスリストア UV ローションで、テクスチャーがいい感じでサラサラしててすごいね肌に馴染むっていうか、肌白くなる。これ塗ったらめちゃくちゃいい。ちょっと実際に塗ってみようかな。いいやつだと思うんですけど、こんな感じ。こんな感じでもうちょい出した方がいいかも。で日焼け止め塗っていきます。どうすか、変わってる？
ねえ、めっちゃ変わってる気しません？肌白なってる気がする。いやマジでこの日焼け止め塗ったら肌がね綺麗になる。いやおすすめですっていう感じで、この4点を使ってます。でニキビがブワーってできちゃったりとか、まあ、プツってできちゃったりした時はこのね皮膚科でもらってる薬を使ってます。そんなには使わない、たまに使うんやけど、エピドとゼビアックスっていうやつ。こんな感じで基本はこの4つを使ってます。でこのジェルとクリームはだんだんステップアップできる商品なんですよ。もっとビタミン A を含んでる、まあ、上位互換じゃないけどもう少し強めのジェルとクリームがあるらしいです。で僕は試したいんですけど値段が倍ぐらいするんですよそれ。だからちょっとお金できたら試してみます。今はねこのジェルとクリームで満足してるんで、すごく愛用してて、皆さんもよかったら検討してみてほしいんですけど、じゃあ値段っすね、値段発表したいと思います。マジでねぶっちゃけめちゃくちゃ高い、めっちゃ高い、やばいっすよ。まずこのジェルじゃない、まずこの洗顔、この洗顔の値段がですね、5390円、バカ高い、やばすぎるやろ。いやドンキで300円で売ってるやん洗顔、ね、やばいって。いやガチでねほんまにこのねニキビのためにこんなお金使いたくないよね、マジで高い。クリームとジェル、こちらですね、もう一個ねクレンジングクリームってやつがついたこの3点セットがあるんですよ。この3点セットで8800円です。8800円、やば、高すぎるでしょ。ほんでさっき言ったなんかステップアップしたジェルとクリーム上位互換的なやつ、それが倍するってえぐいでしょ、やばいやん。でこの日焼け止めが、3090円、なんで全部合わせてなんぼ、これ全部合わせて、17,280円です。ほんでプラスね、まあ皮膚科でもらったりとか、あとこれ結構ね1ヶ月たたんうちでなくなってもらうかも、もしかしたら結構早い回転で使ってるんで実際1ヶ月もたんから、17,280円よりもうちょい使ってるっていう感じですね。まあ値段はめちゃくちゃ高いねんけど、まあその分満足はしてます。やっぱりここまで肌直してくれたんで参考になったらいいなと思って今回は紹介してみました。ダマペン5回して1週間後ぐらいの今肌なんですけど、2週間経ったらもう1回ダマペン用の動画を撮影したいなと思います。今ね結構編集してて割とすぐ出せると思うんで、そっちも見てもらえたらいいな。僕10年間ニキビで悩んでていろいろ試してるんで、まあ、今回はこんなちょっと高めの商品を紹介しましたけど、プチプラの良かったやつとかも紹介したいなと思ってます。こんな紹介してほしいとか教えてほしいっていうやつがあったらコメントしてください。いくらでも答えるし動画にするんで、でまあニキビで悩んでる人たち一緒に頑張りましょうね本当に。じゃあそういうことで今回は終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。